菅前総理大臣のふるさと、秋田県湯沢市に共像が建てられ、今日除幕式が行われました。市民の有志が寄付を募り、およそ1600万円で作られたもので、大きさは本人の1.5倍ほどです。式典に参加した菅氏は、さまざまな思いが詰まっている故郷に共像ができる日が来るとは思っていなかった。ただただ感慨深い思いだと語りました。